しゃーそれは毎回入るんですか、その気合い入ってる、ね、毎回やっていこうかなと思って。気合い入れるためにですか。そうです、みんながやっぱこれ見てね、頑張っていこうかなってね。あ、元気を与えるね。元気を与える、やっぱこうやっぱ音楽ってその元気を与えるやっぱ道具だと思うんで、あやっぱそこだよね。僕が暗い顔してやってたら、ほんまに老若男女申し訳ないなと思って。まああのね、猪木さんとかね、アニマル浜口さんとかそういう感じですかね。今噛みましたよね。いやいや、その前に老若男女ちゃんと言えてたんですか。言えてましたよ。滑舌だけはもうあの天下一品って言われてるんですか。聞いたことないですよ。大阪の滑舌王って言われてるんですか。僕、あ、そうなんですか。なんかそこはあんまりなんかね、けなされると僕も本当プライドがもうそこに重点的に置かれてるんで滑舌に噛んだことないっていうね。たびたび噛んでるんですけどね。噛んでますよ、はい、いやいやいや、認めてください。今日はやっぱね、素直に認めようかなと思ってそうですか、なんか元気ないですね。やっぱこうね、認めていかへんとね、男らしくないなと思ってね。あ、潔さも必要やと。やっぱっていうのもね、今日の紹介するギタリストはほんまにあの、はい、これぞ男みたいな。はあはあ、名前ももうどう考えても男やろみたいな名前してて。どなたなんですか。ザック・ワイルドです。あ、名前にワイルドついてますからね。なかなかつけれないですね、ワイルドって。つけた瞬間恥ずかしくて、次の日ちょっと電話してね、ちょあれやめていいかなみたいな。あ、冗談で言ったつもりがもうそれで行こうみたいになってるのかもわかんないですね。ちょっとね、そんな彼のね、もうフレーズじゃないです今日は。はい、ハートを伝えようかなと思ってね。ザック・ワイルドの。ザック・ワイルドのハート、俺もやっぱ動画見ててね、そのザック・ワイルド。もう動画撮ってるやつが動画見て言うのもなんかおかしいですけど、はい、そのハートをね、俺は今日伝えるためにね、はい、みんなのために頑張ってるぜ。あ、ちょっとあの、今滑ってましたけど。はい、滑ってましたよ。いやいや、そんな滑っても全然大丈夫みたいなハートをね、今日は伝授しようと思って。あ、もう滑り芸、もう元祖滑り、まあ、もうなんか、関係あるかと。今日はもうね、はい、さらっといきましょう。さらっとですね。毎回言うんですけど、さらっと。今日はね、はい、これですよ、フレーズ的に。もうこれだけです。もうこれだけです。今のだけです。今のだけで、これで、はい、ザック・ワイルドに慣れてしまうという。おー、今日もう皆さん気づいてる通り、慣れるかって多分思ってると思うんですよ。みんな思ってますね。俺も多分ね、そう言われたと思うんですよね。はい、そうつけよお前、なんかもう勝手なこと言うなと思うんですけど、はい、そこは俺もね、無責任やったなと思ってでもね、急に反省これ見てください、足元。これ足元ですか。これワウですよ、ボックスさんの VOX、 ボックスさんのワウですよ。これボックスさん、ワウ使ってますよ。これをね、媚び売ってますね。踏むことによってね、はい、夢が現実のものとなりますから。あ、これを踏むことによって、はい、そのザック・ワイルドに近づけるとね。あ、やってみましょうか。見せてもらえますか。夢への第一歩という感じでね。はい、はい。